していきます。今日のガチャガチャはどの商品かは一度は実物を見たことがあるんじゃないかなっていう、そんな食べ物のミニチュアです。一つ目いきます。オープン。やばいですよ、いきなりこれが読めなかった。ノンシンって言うみたいです。ノンシン袋麺ミニチュアチャームコレクション、全8種類もあります。辛いって楽しい、楽しいか。すごいな、楽しいって。これって結構コンビニにもあったりすると思うんですけど、見たことありませんか？辛ラーメン、これね、チャレンジしたことあるんですけど、めちゃくちゃ辛くて食べれなかったです。さあ、まず一つ目こちら、辛ラーメン来ました。うま辛、辛すぎ。でこれ平気な方いるのかな、私はめっちゃ辛いと思いました。これあ、中入ってる、入ってんね。ちゃんと四角いプラスチックとかではなくて、本当に袋麺の上から麺を触っているような質感になってます。わー、開けちゃう。開けちゃいますか。ダブらなかったんだけど、開けちゃいますか。皆さん、これ開ける際は元には戻らないので、皆さん自己責任でお願いします。では参ります。より本物感を出すためにちょっとこのボールチェーンは外します。ガチャガチャのこの部分ってこうくるくるね、回すと簡単に外せます。で、つけたい時もまた同じようにこうやって回しながら差し込めば元に戻ります。よし、行こう。あー、行きますね、行きますね、行きますね。予想してください、どんな中身か。おー、あ、ここは今ね、ヒートンが刺さっていた部分なので出っ張りがありますね、ここには。わー、すごい。このくらいね、ゆるい跡の付け方かなって思ったんですけど、かなりがっつりめについてました。いや、普通だったら絶対切らない部分までこんなにリアルとは。ホイッスルみたいですね、これ。ホイッスル。二つ目いきます。オープン。おー、辛ラーメン、キムチ、いろんな味があるんだ。マイルドな辛さだそうです。これ食べたことある人いますか？マイルドってことはさっきのラーメンよりはちょっと辛さが抑えられてるのかな。キムチなのに食べてみたいな。うわー、すごーい。これはね、ちょっと記憶にないかな。実物見たことあったかな。ドンキにあるのかな。今度ドンキに行ったらちょっと探してみたいと思います。辛ラーメンのキムチ味。あ、でもどっちみちこれがあると取り出しにくいので取っちゃいますね。さあ、キムチ、多分中身は同じかなと。ここで違ったら面白いですよね。お、ちょっと大きさが違うか。一緒です。ホイッスル。3つ目いきます。オープン。おお、もともと辛ラーメン、焼きそば。焼きそばもあるんだ。うわー、美味しそう。なんかいっぱい辛辛辛辛辛ってあるけど、こういう具材が入ってるんですか。なんだろう、なんだろう。これは奇跡的に保存バージョンがダブったんで、こういう時ダブりたいですね、いっぱい。さあ、どうかな。もうみんなわかったでしょ。ゴジラです。ホイッスル。4つ目いきます。これ見たことある。のぐりっていうのかな、うま辛焼きちゃんぽん海鮮風。めっちゃ美味しそう。こののぐりシリーズもラーメンだったりいろいろあるんだ。3種類ここに載ってる。もうここまで来るとなんか開けなくてもいいんじゃないかっていうね、気もするんですけど、あー、もうね、開けないでって言ってる。開けないでって言ってる。開かない。そか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 、そうだそうだ、ボールチェーンつけたまんまでした。ということでラスト、ホイッスル。